今日も負けちゃったかな。全然パイでしたね。ERGBP は成功してましたね。残念ですね。これで ERGBP は成功してました。うまく落ちてんだけど、ERUSD はギリチョンというか、これは負けてたんですね、投資のシグナルとしてはね。だから、なんとも、なんともでしたね。難しいところだったな。現在の時刻はこうですね。水曜日、もうすぐ次に帰りますけども、1月6日。難しいとこだったな。しょうがない、タイだったですね。しょうがないですね。